こんにちは、レザークラフトフールです。今日はですね、香美市、基幹集落センターに来てます。というのもですね、今日はですね、香美市の、教育委員会さんの方からですね、レザークラフトのワークショップの依頼を受けてですね、ここでワークショップをね、行うことになってます。ここで、お中でね、多分ね、ちょっとね、誰も来てないんで、場所が合ってるかちょっとはっきりわからないんですけど、教育委員会で働いてくれてる方がお客さんで、まあお客さんというか僕の友達の、奥さんのお兄さんなんですけど、まあその方のですね、依頼を受けて今日はレザークラフトのワークショップをすることになってます。まあね、ぜひ楽しんでいただければいいよね。はい。はい。今回、声かけてくれた、香美市教育委員会の野島さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。香美市の教育委員会さんでは、まあ、こういった催しっていうのは定期的になんか行われてるんですかね。今年度の予定としたら、はい、月1回行うように、新しい行事として若い人向けにやろうと。いろいろ月に1回って結構ハイペースですよね。まあね、結構ネタ切れにもなりそうですけど、ネタはいろいろ考えて、一応来月はスラックライン。スラックライン、紐の上を、まあ、あれをやってみようかな。あ、本当に。へえ。再来月はまたカポエラとか。カポエラ。まあその中の一つとして、まあレザークラフトで、はい、まあ今回声かけていただいたという感じですね。はい、こうね、僕もこういったあのワークショップみたいなのはあんまり経験がないんで、まあうまくできるか謎なんですけど、ね、ぜひ楽しんでいただけたら、ね、嬉しいですけど。はい、これ地元の人だけが参加できる感じなんですか。香美市内の、あ、香美市内在住在勤の方やったら、はい、まあもう催し物参加できて、はい、なんかその確認できるなんかホームページとかはあるんですかね。コミカニュースという、あ、コミカチラシを、あ、チラシ、あ、地域のチラシ、チラシを、まあ地元の方がね、うん、参加できるんで、じゃあまあ興味のある方はあのチラシ、あの、漏れなく見てください。ゲットしてください。はい、じゃあ、まあ、ということで今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日は参加いただいてありがとうございます。今日はこういう、三角形のコインケースとこのシンプルなキーホルダーをこうちょっと作ってもらおうと思ってます。本当にね、簡単にできます。あの、そんな難しくないですし、まあちょっとコツがいる部分もありますけど、必ず形にはなりますんで、レザークラフトのね、楽しさを知ってもらえたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。こうやってそう難しい。こうやって溝でやるだって。これならちょっとね、コツをつかむまでが難しいですけど、レザークラフトをやってる感じがめっちゃ出てます。ね、ありがとうございます。はい、もうね、夜中です。もう私ね、これちょっと皮が、あ、しっかり綺麗に入ってますね。はい、いい感じ。決めた。あ、決めました。これからもっと早い感じさせると。あ、ちょっと左にずれたなとかだったら、ちょっと右にずらして、とにかくこのマークがこの穴の中心になるように、うん、狙ってください。で、ここやなと思ったらこのゴム板の上で叩いてください。そうするとね、スコーンと抜けます。うん、はい、で、さっき言ってたこのホックを取り付けます。じゃあ誰でしょう。私今再就職したら、はいと、はいと助かります。時間いいやせんで。今のうちだけ。そう、一年半は総選挙。ああ、なるほど。まあまあ、ちょっとこっちがちょっと色が変わったらいいぐらいでしょうかね。なんか今度はケバケバでいいんですか、これ。はい、ケバケバで抑えますので、うん。はい。あれ違う。あれ違うね。そう、だってこっちが、こっちも出てかない。あ、こっちもこうか。そうです。こうです。ありがとうございます。いい感じじゃないですか。自分よりだいぶそっちが上や。綺麗にできし。
ただきます。皮が薄いので大丈夫です。もう開きました。開きました。はい、はい、簡単でね。開けるのはね、はい、ここみたいにね、力いらないので。ね、ちょっと変わる瞬間が、ね、ありますよね。横から見てたらね。バッチリです。あんまり力入れなくても大丈夫ですので、ちょっとですね。もうちょっと。もう大丈夫。はい。さっきに、まあ、使い込んでいくものっていうか、本当にバッグとか、出っ張りがあるけど、汚れはね、気にならないぐらいになって、はい。こんな色になるのかな。なるんです。もっとね、ほんと焦げ茶色になるんです。もうこれを飛び越えて、はい、ツルツルになったでしょ、はい、あのケバケバが、うん、ツルツル、そうそう、これはやっぱり何やろう、もっと磨いた方がいいと、そうでもないから、これもね、限度があります。大丈夫、あ、大丈夫か、うん、ケバケバ今本当にこだわる職人さんなんかもう永遠やってますね、うん、これを繰り返す感じです。あ、ツルツルにして、また削ってツルツルにしてみたいな。削ったのがちゃんと分かりますね、これね、分かりますよね。ちょっと角が取れた感じが、うん、止まりました、はい、うん、でこれでくるっと回してもらったらもうこれで完成です、うん、完成、はいはい、くるっと回して、くるっと回してさっきの要領でちょっと思い出してもらって、こういうところです、ね、あ、そう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 、できた、できた、いやー本当お待たせしました。うん、オッケーです。はいはい。でそれでくるっと回してもらったら、はい。オッケー。はい、完成です。はい、オッケー。ちょっと始め張りがありますけど、もう一週間もまあ二三日ポケットに入れちゃってもらったら、もうペタッと馴染んでくるんで。おお、バッチリですね。それで、はい、くるくるっと、こう、はい、できた、オッケー、できた、できた、バッチリ、イエーイ、やった、ええ感じですね。はい、バッチリ、バッチリ。打ちました。はい、オッケーできました。はい、あ、セットでね、もう自転車の鍵つけたら、もうすぐつけたよ、すごい、もうすぐ使えますね。もう今から教会にこれをすぐにつけて帰る。ところも見せていいですか、すいません。これが柔らかいのね、もう 2,3 日でふにゃふにゃになってくると思います、はいはい、せっかく、うん、もうすぐ馴染んできますので。どうでしたかね、楽しかったですかね。楽しかったです。あ、本当に、いや、よかった。またやりたいぐらい楽しかったです。難しい、緊張する。難しかったですか。いや、大丈夫。そうか、まあ、慣れればね、もうあのすぐできるようになりますので。かしめるっていうんですか。はい、ギュッとで、触ってこうグッグッとやってもらったらどうですか。緩くないです。うん、止まってます。バッチリです。あ、オッケーですね。はい、はい、お疲れ様です。集合写真を撮らせていただき、はい、納得のいくあの作品が出来上がったと思います。はい、好評。あ、僕もです。あ、今日は本当お疲れ様でした。まあ、僕もね、慣れないところがたくさんあって、ちょっと想像以上にあの時間がかかっちゃって、もう申し訳なかったんですけれども、まあ、あのちょっと楽しかったですかね、レザークラフト、どうですかね。まあ、あの、基本的なところ
ところなんですけど、割とこれを繰り返すことでもっといろんなものを作れますから、もしねちょっと楽しかった方はぜひねレザークラフト始めてくれたら嬉しいなと思います。はい、でまあまた農場もありがとうございました。今日はまた機会があればね、あの呼んでいただいたら、まあ、また期待やりたいと思ってますんで、またぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで無事、ワークショップ終了しました。3時間ぐらい2時間半から3時間ぐらいかかってしまったね。いややっぱ思ったより時間かかる ねなかなか大変やったけど、まあ楽しかったね。楽しかった。まあまあすごくね楽しんでレザークラフトやってくれたと思います。よかったろ。いいな、楽しそうね。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、 See you。